テーマ、連鎖退職で職場崩壊。退職を伝えた時の上司の返答あるある。人がいないのに辞めてもらっては困る。他の人に迷惑がかかる。このくらいで辞めたら他でも続かないよ。今辞めてもよそで通用しないよ。次の仕事なんか簡単に見つからないよ。次の人が来るまで何とかいてくれ。 全部無視してください。会社の責任なので、こっちの知ったことではありません。連鎖退職が起きて、職場が崩壊した現場で耐えても、あなたが得られるものは、さらなる仕事という現実。逃げて自分を守ることも、大事な自己責任です。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は、連鎖退職で職場崩壊に関する口コミを100件、5つのテーマに分けて紹介します。タイムテーブルはこちらです。テーマ1、恐怖の連鎖退職。口コミ1、 ドラッグストアで働いているんですが、一人退職することがわかると、みんなが一斉に辞めていきます。どこで情報が流れているんでしょうかね。それにもかかわらず、会社は補充のための従業員を入れようとしないので、常に人手不足となります。ワンオペで従業員が一人しかいない時間帯が当たり前のように続きます。当然長時間残業となりますし、売り場は内部崩壊。優秀な人が辞めると、連鎖退職が始まると言いますが、誰か一人でも辞めたら起こりうると考えた方が良いです。 口コミ2某介護グループで働いている30代介護福祉士です数年前に私の職場の部長課長が変わってから離職や役職自体が相次いでいますさらに精神的に病んでしまうスタッフもちょいちょい出てくるようになってしまいました結果現場の仕事が全く回っておりません個人的には組織崩壊かと思われます今後このような職場がどのようになるのか予想がつきません離れた方が良いのでしょうか なお、人が抜けたので退職を防止すべく待遇を良くしようという動きは一切見られません。口コミ3。うちの路線バス会社でも給与面などでの待遇が悪すぎて連鎖退職が起きています。特に法律で配置が義務付けられている運行管理者ばかりが辞めています。その状態でも給与などの待遇改善などが一切見られないので私も後を追いました。やはり上層部が馬鹿だと会社は壊れていくということがよくわかりましたし、 いい経験になりました。ちなみに、あと一人、運行管理者が辞めたら、うちの路線バスは運行ができません。もう完全に無理ゲーです。口コミ、4。霊災会計事務所勤務、連鎖退職が止まらない。所長、部長、罰課長、罰正社員、自分、罰パート、パート、パート、パート。今は2月で、罰がついている人員は年度末に辞める。自分ももう辞めようかと思っている。9人中4人が退職することになるが、もう持たない。 背景としては、部長と課長が喧嘩をして、課長に同調してみんな辞める感じ。所長はサインと付き合いだけでがっぽり、ゴルフばっかり言っている。口コミ、5。部下10人中5人が退職を表明した。 理由は人それぞれでキャリアチェンジしたいなどなど。IT ベンチャーだから営業成績を出しているのでさほど怒られないが多少仕事は忙しくなりそう。休みは年間120日で年収は920万円。待遇が悪いとは思わないがベンチャーはこういうものか。転職しやすい業界だから仕方ないと思う。売り手市場だから転職ラッシュは止まらないのかな。会社は優秀な人材が抜けたらまずいとも言われるが優秀じゃない人材を引き止めることも大事。口コミ6 小規模の委員に勤めています。まだ一年経っていません。ただ、モンスターのターゲットになりましたし、今年に入ってから私以外5人辞めさせているそうです。当然私も辞めると言ったら引き止められました。会社は今までの悪事も含め弁護士に相談したそうですが、打つ手がないらしく上司は諦めモード。辞めさせられないし変わらない。どこにでもモンスターはいるから、仕事だから、と言われましたよ。なぜこちらが我慢しなければならないのかと、さらに辞める決意が固くなりました。 口コミ7パート先の工場は35人未満の中小企業ですただ上の人間が変わったことにより連鎖退職が起きて半年で10人が辞めました主に勤続10年のベテランが抜けて仕事を分かっている人がいなくなったので部署のパート社員を含めほぼ新人私は勤務1年半ですが部署内で一番若いことを理由に大量の仕事を押し付けられました結局仕事量が多いのが嫌で辞めると宣言 ただ、人手不足と業務が私に集中しているため、引き継ぐ人がいない状況で誰もやろうとしません。口コミ8、近江鉄道で働いていたけどだいぶ前に辞めた。基本給16万円と聞いていたのに、実際の基本給は13万円で、業績配分3万円を加えて16万円だった。 駅員の時は1月に休みが3日しかない状況が1年以上続いた。組合はあったが全く機能していなかった。乗務員になってからは有給を取った月に休日出勤をしたらなぜか休日出勤分と有給が消えていた。風の噂で連鎖退職で大量の離職者を出したらしいけどみんな元気でやっているかな。口コミ9 ガス会社で営業をしている新入社員です。現在部署の先輩が移動や退職でどんどん減ってしまい、いきなり業務負荷が爆発して死にそうです。しかも引き継ぎも不完全でわからないことだらけ、正直メンタルが持ちそうにありません。このままこの会社で働いていても、特に市場価値を高めるようなスキルが身につくとは思えません。残っている状況を見ていても強くそう思います。辛いまま、将来の見通しも暗いまま。残って仕事を続ける意義を感じられなくなってしまいました。 口コミ1020人前後の小さい製造工場で毎月2、3人辞めていたことがあります。労働環境ははっきり言ってブラックに近かったですね。そして新しい人ばかりになり、子孫率も跳ね上がり、仕事が追いつきませんでした。結局倒産しましたよ。求人募集こそしていましたが、ここまでバンバン人が辞めてしまうのであれば意味はなかったでしょうね。エージェントに払うお金も馬鹿になりませんし、在籍中のスタッフをもっと大事にすればよかったのに。口コミ11 思いやりある人が傷つき、自己中が生き残るダメな職場すぎた。辞める人が多い職場は、新人への引き継ぎの制度が徐々に減っていくからな。結果、仕事ができない、仕事をしない、やる気なしの人材を誕生させてしまう。会社は新しく雇えばいいと思っており、歴の浅い人ばかり。謎の会議で決まった無理難題の押し付け。上司がアホの職場は定着率が悪い。毎月末に退職の挨拶というメールが来るのが、もはや恒例行事になっていた。口コミ、12。 うちの社長は他の会社と兼任でほとんど会社にいない。現場任せでほぼ放置、県外で営業をしているから工場の現場なんか全く見ない。経営理念なんか誰も理解していないし、しかも社長は滅多に来ないから会社の空気を読めておらず。だから社員がなぜ退職ラッシュなのか不思議がっている。会社経営って電話とリモート会議でできると思っている節がある。それでうまく回るなら倒産する会社なんてないよ。口コミ13 もともと40人弱で回していたのですが、先月2人辞め、今月いっぱいで5人辞めるそうです。自分は店長でも何でもない、ただの職場最年少ですが、残った人間の負担が大きすぎます。結果、来月のシフトがえらいことになっていました。睡眠時間もまともに取れるのかもわかりませんし、2連休以上がない上に、その2連休も2回程度。店長曰く、再来月に人を新しく取るから、来月だけ頑張って、ごめん、だそうです。店長に落ち度はありませんが、それでもしんどすぎます。 口コミ14。通っている幼稚園で先生が一気に退職してしまったら幼稚園はどうなるのでしょうか。うちの子が通う幼稚園は今季いっぱいで辞めてしまう先生が6人もいます。主任の先生や担任を持っていた先生などベテランの先生ばかりです。ここ数年は出産のため産休をする先生はいたようですが、まさかうちの園がこんなことになるとは思ってもいませんでした。 今まで毎日会っていて生活の一部くらいに思えていた幼稚園の先生方が何人も去ってしまうなんてショックです。口コミ15。リクナビなどで各社が公表しているデータは注意しろ。新卒入社社員の3年以内退職率、採用予定者はわざと新しいデータの公表時期を遅らせたりしている。また、実際の内定自退者を差し引く前の数字を公表したりしているからな。 だから実際に働いている社員の肌感覚とは乖離したデータになっていることもある。世の中には社内でも退職者通達を出さない企業がある。若手社員の連鎖退職は企業にとって死活問題だけど、バレると連鎖が止まらないから隠蔽する。口コミ16 退職ラッシュだったので乗り遅れたらまずいと思い退職。一日の仕事を回すだけでもいっぱいいっぱいで対策や改善する余裕はなかったです。キャパオーバーで若手の人材育成も能力不足でできないし定着率も悪く退職者続出。辞めた元同僚と倒産は時間の問題だねと語り合ったぐらいでした。 求人も出しましたが、非正規雇用で実務経験10年以上とハードルも高い。一般作業員は半年以上人が入ってこず、でも今年に入り7名が退職してしまいました。口コミ17。 私が退職した時、連鎖退職が起きました。役職は取締役でしたが、締め付けられて頭に来て退職。その際、部下の人たちが、だったら自分たちも辞めると言ってきました。ただ、ここは重要なんですが、ここで、よし、みんなで辞めようなんて言ったら、重大な法律違反で会社から訴えられます。なので、私のやり方を教えてきた。せめて、あなたたちは残って頑張って、って言いました。結局、その後2ヶ月の間に、主要なメンバーはみんな退職してしまいました。 ただ優秀な人たちなので、すぐ転職先は決まったようです。口コミ、18。超有能な中堅社員が退職する。ルート営業だけど、得意先とか工場にも顔が一番効く。かの歴で言えば、管理職よりも長くて、あらゆる業務に精通しているから、抜けたら幸せが来ることは確実。今日聞いたが、憂鬱で眠れない。どうせ人が補充されないことは分かっている。しかもその人は有能だから、3人分くらいの仕事を処理。 自分の1個2個上の先輩もやめようかなとか職場で話しているし、後輩からも慕われていたから連鎖退職が本当に起きかねないと危惧している。口コミ19接客業、バイト先で連鎖退職が起きている。4月にバイト1名、5月は職場方針や待遇に不満だったベテランバイトが3名同時退職。6月は入ったばかりの社員が退職。8月は勤務中にぶっ倒れた社員が相対してしばらく休暇が確定。今ここ。 ちなみに今、店長が焦って賃上げをしたところだけど、もう手遅れじゃないかな。社員にならないかと誘われているが、社員になったら国士確定で、本当に倒れてしまう。口コミ、二重。俺がいたところもそうだったけど、連鎖退職を出しているところは、過去に何度も起こしている場合が多い。誰でもできる仕事じゃないのに、教える人材がどんどん足りなくなって、最後はどん詰まり。二ヶ月後に辞めますと宣言して、新しい人を入れて引き継いでいる途中に、その新人が辞める。 結局、基本給を10万円上げるから残ってくれと言われた。それでもやめたよ。最初から社員を大事にしていればよかったのにね。やめたくなるような環境しか用意できない会社が悪い。テーマに、日本郵便、連鎖退職。口コミ、1、元郵便局の職員です。つい最近、最初に勤めた局の先輩に会いました。先輩は、連鎖退職が発生して病気一歩手前だよ。6月のボーナスをもらい次第退職すると言っていました。あまりにもかわいそうで、お互いに、 体を大事にしましょうと思わず声をかけました。そして私自身、郵便局を退職したのは間違いないと確信しました。1ミリの後悔もありません。若者は間違ってもここに入ってはいけない。帰還後の方がいいです。口コミ2。2024年投稿、郵便の業務委託をやっていますが、何かミスするたびに罰金を5000円取られます。そしてミスの2回目から1万円を無条件でパクられます。 自腹や自爆営業だけではなく、この時代に合っていない罰金制度を強要している時点で終わっている会社です。相変わらず本塁打級のアホですよ、ここの経営者は。ちなみにファーストサマーウイカの CM 出演料、一般局員の20年分の年収だそうです。そりゃ現場は呆れて連鎖退職し、業務委託しないと回らなくなりますよね。口コミ3 2024年投稿。郵便局の CM でプロですからってのがあるが、現場の第一線級のことであって、男児で幹部のことではない。上は現場のことなんか何も考えてないのがよくわかる。例えば新しい携帯端末なんて本当にクソ。まず8時間持たなくて配達の途中で電源落ち。あの端末を作ったやつは絶対晴れの日の昼間にしか使うことを考えていない。夜間や雨の日は画面が見えにくいし、触っても反応せず。 裏で業者と依着してんだろうなーってのが丸わかりで草も生えん口コミ42024年投稿先週ポストの中に配達バイト時給1270円仕分けバイト1150円の募集チラシが入っていました経験者から言わせていただくとこの時給でもやりたくないですねそれくらいひどい職場です時給1600円1700円にしてもやらないと思います売れないものを自分で買い取り暴力やいじめもあり頭のおかしい人の相手もしなければなりません 真面目な人が自滅する、そんな人間が多い職場ですよ。雪の中、バイクのタイヤにチェーンを巻いて、配達するなんて行かれています。口コミ5。2024年投稿。一般職は今年のベア1万円。定期昇給は毎年800円から1000円なので、10年分の昇給。良い部分もあるっちゃある。ただ事故るなって言うけど、鉄道バイクは矛盾している。 毎年死亡事故や重大な事故が起きているんだぞ。やることを増やす割には無駄な仕事は減らない。せめて置き換え OK にしてくれればね。上が堅くなに拒否ってるから現場が不便だと怒られる。6月からヤマトが置き換えスタートするから追従することを期待したい。口コミ62024年投稿、人手なしの集団はいつの間にか人手なしの集団にもなりましたね。 少しでも水がかかると神経質なクレーマーに叱られる。小学生の時に社会科見学して夢や希望を持って入社しました。ただ現実を知り絶望しましたね。タイムマシーンがあったら当時の自分に会って絶対に行くなと説得しますよ。それほどひどかったです。そもそも働き方にしても解約ばっかりで社員の定着を意図的に拒否しているとしか思いません。口コミ72024年投稿 ここまで時代に逆行できるのには才能を感じます。私は郵便外務ですが、皆さんが思っているよりもひどい状況に今後なっていきますね。これから雨、梅雨の時期の配達になりますが、いつもこの時期は大変です。水分補給をしているだけでクレームされましたよ。世間はカッサラと騒いでいますが、郵便局の上層部が守ってくれるのか、鼻だ疑問です。パソコンとにらめっこしている暇そうなデスク組も多すぎますし、崩壊カウントダウン。口コミ、8。 2024年投稿、人がいない上に増えもせず、さらには移動で減ってしまう。そして郵便窓口と悠々窓口の一体化による窓口プラス広報業務の増加。一体化と言いつつ、窓口ができる人間は限られており、結果窓口ができる人間ばかり仕事が増えて損をするという。勤務によっては朝5時半から大量の荷物の仕分けをし、そのまま窓口対応。窓口当番全員の休憩が終わるまで帰れず、1、2時間残業。 休日、祝日の窓口は、局によっては不在郵便物の交付、小包、大量の郵便の引き受けや入力を一人ないし二人で対応。朝から夕方まで混雑するので、ほぼトイレ休憩もいけない。混雑から来客者がイラついてぶち切れることもある。口コミ、9。2024年投稿。一般職と地域機関職の境がなくなることは予想していたよ。地域機関職の住宅手当の廃止など、時間の問題だった。ただ、定期昇給の廃止は本当に驚いた。 もうこの組織は終わっている。55歳からの定期昇給の廃止はあったが、全体の定期昇給廃止はあり得ない。これを本当に実行するかどうかだが、おそらくやるだろう。そこに不要手当の廃止が追随して、さらには地域手当の廃止、最後は退職金の縮小まで行く。時期は多少ずれたとしても、おそらくこの流れで行くはず。口コミ102024年投稿、人員不足で募集をたまにしても全く応募もないらしく、仕事が毎日本当にきつい。 知っている小さい範囲でも3年の間に9人も辞めていて補充の募集をしても来ません。また大和便が始まって早速きついです。大和便の人をそのままスライドするなりしてほしい。休み時間はなし。ご飯は配達しながらパンをかじる。ミスをしたらさらし上げを食らう。ヘルメットをかぶり忘れた配達員が先日さらされましたが、もう彼の出世や昇給は絶望的でしょうね。口コミ112024年投稿。 現役正社員です。新年度が始まり、転勤した方の補充はするのに、アルバイトが辞めた補充は絶対にしません。人がいないから休みも取りにくいし、上司に相談しても、なんとかなる、頑張れ、しか言われない。一週間に元句と営業デーとか言って、さらに人を減らして、範囲の負担は倍増でみんな疲弊しています。このままだと、いつか必ず取り返しのつかないことになりそうです。そもそも組合が騒げば騒ぐほど待遇が悪くなっていく。普通の会社ならこんなことはありえませんよ。口コミ、12。 2024年投稿。全体の人数だけで言えば足りていないこともない。ただ現場の人数が減っても局長の数は減らない。街中の特定局を統廃合することによって郵便料金の上げ幅を抑えられるなら国民の大半は賛成する。と言ってもお客様の利便性がとか言うんでしょうな。あとな、お前ら経営者はマジで投資するな。社員にはギャンブルで借金しているかどうか尋ねるくせにどんだけ借金してるんや。オーストラリアの次は楽天か謝罪くらいしたらどうよ。 口コミ132024年投稿50円100円を稼ぐために現場は何回も頭を下げ経営陣は何百億のお金を一瞬で消費する会社名誉欲と楽して高額な報酬を得ることのみを釣る人物彼らの経営ごっこの場所と化していますただ非正規社員と正社員の仲が悪く分断を利用した見事な統治には頭が下がりますね一部休みが多いという声もありますが人手が足りない局だと配給を乱発しますよ 口コミ142024年投稿現役ヤマトとの協業家は声を上げて反対と言いたいです。一生家郵便局のヤサトの配達、特に U パックは人がいません。委託した派遣業者の一部が契約1週間でバックレられて2024年3月時点でも人がいません。荷物も配達区分をヤサトだけ6から8区分するなどの幸せで心身ともに疲弊。配達担当から早くしろなど当たってくる。 ほとんど入ってくる人がいないのにどうしろと。これで近隣の小学生の職場見学を受ける神経があまりにもサイコパスすぎます。口コミ152024年投稿。有名とだけど田舎で1日500世帯くらい回るんだよな。8時間労働480分。つまり1世帯1分未満換算で回らないといけない。そこに始業開始後の機械で仕分けされた郵便物がルート通りか。1枚1枚目視チェックと整理整頓が追加。 バイクでの移動やら、書き留めやら、小型の U パックやらがのしかかって、バイクに郵便物が乗り切らず、場合によっては、残った郵便物を取りに一旦局に帰る。加えて、時給が安い上にミスが許されず、背負わされる責任があまりにも重すぎる。さらにカタログの営業。口コミ、16、2024年投稿、とにかく人員削減していて人が足りていない、そのくせ必要ない毎週の会議や無駄に長いミーティング。 馬鹿らしいコンテストだけじゃなく、見せしめのように行われるペナルティーによって、さらに作業時間が圧迫。無駄なことを省いて、必要なことだけやらせれば、時間に余裕が生まれて、交通事故や郵便事故も減るのに。何か問題が起こると、すぐやることを増やして対策したつもりになっている。ただ逆で、やることを減らせば問題だって減るということに、上は気づいていない。口コミ17。2024年投稿。13年勤めて2023年に退職。 勤務末期は元日から結句でどうしようもなかったよ。大和のネコポスが増えたらって思うと退職した今でもゾッとするわ。あと専門役、指導役の老人は本当に役に立たない。それどころか業務妨害しかしない。物品の奥位置で老人ごとに言うことが違っていて、本当にくだらないことですったもんだしてたよ。あの老人軍団を全員即日で配達順を覚える必要ない。大型団地配達に当てる。それだけでもマシになるのに。口コミ18。 2024年投稿、激務、人手不足、将来への不安、ワークライフバランスの欠如、給料と労働のバランスの悪さ、郵便局の退職が止まらないのも仕方ありません。また配達員ばかり着目されますが、内勤も非常に厳しい。認識判断力、集中力、 持続力、そして何よりも体力が求められます。ただ深夜の仕事がある時点で優秀な人材を揃えることが困難となり、人間関係の問題で離職ラッシュ。正社員と同じ仕事を期間雇用社員に丸投げすることでその場をしのいでいます。口コミ、19。2024年投稿、人殺してもいいから配達終わらせて来いって言われなかった私は言われたよ、局長に。この闇の会社、やばいよ。入社時は体重も70キロありました。今は58キロ。 求人のホームページにノルマなしなんて表示しないでほしい。実際はノルマありありで全部嘘。年賀状が右肩下がりだから、穴埋めにカタログ商品を売ってこいとか言うけどさ。ネット検索したら1000円で売っているものが2000円で売れるわけがないだろう。口コミ202024年投稿、朝礼で毎日赤字だ、もっと営業を頑張れとネチネチ言われるけど。 こっちは昼休みもまともに取れない。そして当然のように毎日残業して疲弊しているのに赤字ってことは根本的に何か間違っているんだと思う。ここで正社員の定期昇給を廃止したら連鎖退職からの大量離職があるんじゃないかな結局これを認めるのがジャパンポストローソ。何もしないで組織維持だけが目的です。同僚も今年度で辞めるって言っていますが納得するしかない。水汚すぎてうおすまずの状態。テーマ3、職場が崩壊した。 口コミ1。一人のベテランが転職に成功。俺たちも行けるってムードが出来上がって、そのまま8人くらい転職していった。みんな給料の高い会社に転職。ちなみに俺も来週2社面接を受ける模様。彼があの会社に行けるなら俺も挑戦してみっか、とか本当にそういうノリで会社が滅亡に向かっている。自業自得だけど売り上げ全く伸びてないから、人材が流出しまくっても賃上げもしようがない。積んでるから俺も逃げる。 賃上げできない弊社みたいなのは、そのうち自然淘汰される。口コミ2。に負担増。残業休日出勤増。辞める。残ったメンバーの負担増。また辞める。この完全な悪循環が出来上がってしまっています。結果、社内には、一。上まで上がって非効率、無駄な仕事を増やして、自分はほとんど何もしないお偉いさん。二。全てを諦めた。おは、完全に染まってしまった中間管理職。三。経験の浅い若手社員。 もはや、社内には上記3パターンの人間しかいない状態。5年目から10年目の中堅社員がほぼゼロです。口コミ3。 国際訴訟や不正調査に携わるリーガルテックの会社で働いていました。顧客も大企業が多く、会計士や弁護士と対等に渡り合えて、やりがいもありましたが、一人の女性が入社し崩壊。二部署が崩壊するレベルで大量退職が発生。部下だけではなく、管理職レベルもバンバン辞めていくため、業務の引き継ぎどころではなく、知らぬ存ぜぬが最良200人規模の会社で3分の1が辞めてしまい、私も辞めざるを得なくなった。 入社当初は良い雰囲気だったのに、どうしてこうなった口コミ4。厨房で働いていましたが、職場の崩壊寸前は実際に見たことがありますよ。その厨房の料理長はすごく独裁で、ただでさえ人が少ない上に、入ってきても長続きしませんでした。それどころか、以前からいた人ですら、徐々にみんな辞めていって崩壊状態。あるとき料理長が不意に問題を起こしてしまって、責任から逃げるように退職しました。 ただ料理長が消えた途端に今まで退職した人たちが戻ってきて立て直したのはすごかったです。口コミ5駐在先の経理部門が崩壊その後始末として別の国から崩壊先の国に転任させられて死ぬかと思ったもともと30年選手のローカル経理マネージャーが会計監査も含めてすべて回していたが退職。 急遽公認を探したが、まともな人材が見つからず、何とか採用したマネージャーがゴミくずカスだった。経理マネージャーなのに、売上原価を知らないだけじゃなく、発注、承認、支払いをすべて自分の権限下に置き横領。さらに部下を横領に巻き込んでいたため、即出勤停止にしたが、実務が全く回らない状態だった。口コミ、6。無能上司で部署崩壊の危機。 もともと3人の課長がトップにいた私の部署は課長らが全く部下に興味なし、マネジメントを放棄し、問題が起こればお互いのせいにし合っていました。おかげで20人構成の部署なのに年間平均離職者数が9人という驚異の離職者数を誇っていました。1年続けば晴れて中堅です。一時期スター級の主任が圧倒的なリーダーシップで立て直しに成功、離職者ゼロを達成しました。 ただその死人が異動となり、再度部署崩壊、今は20人中5人が辞める、辞めないでもめています。口コミ7 今の会社に勤めて2年半になります社長がプレイヤーでしかも大雑把なので経営方針を決めません結果偉い人がどんどん辞めていく上が辞めて新人だけの部署ができてしまう人を採用しても教育ができず放置人は全く定着しませんし朝礼でも社内で挨拶する人がいないという低レベルな話が出る始末メインの商材もコロナの影響で生産できないため他のものを扱おうという話でごちゃごちゃ 当然、うまくいっていないなどから内部崩壊と若手の間で話が出ており、私自身もそう感じて危機感を覚えています。口コミ8。スーパーのチーフがひどすぎてパートさんがほぼいなくなり、派遣さんでつないでいましたね。さらに店長はズボラでまともに仕事できない。長く居座るスタッフはやりたい放題のマイルールを勝手に作って、それを新人に押し付ける。 根っからやばいやつは野放なして、暴れるし、標的になるのは新人やまともな優しい人。結果、まともな人や新人が一気にやめていきました。口コミ、9、 リストラがあり、2000人ほど会社を去りました。私も首を切られましたが、末期は部署崩壊。内部の社員はうすうす気づいているので、皆科目。休憩時間の笑い声も消滅。企業内の事業撤退だったのですが、新聞でみんなが知る始末。社内の集会では見たこともないトップの皆さん、報道でご存知だと思いますが、からスタート。 ローソも○○町のご説明通りという他人事の形式的な説明でした。ライバルメーカーや海外に転職したり、みんな去っていきました。口コミ10システムエンジニアだけど、同じ部署のエース社員が辞めてから部署崩壊してしまって笑った。最悪俺も辞めればいいかって気持ちで働いている。今でもあいつと連絡を取るけど生き生きしてるわ。まあ誰かいなくなっても何事もなかったかのように回る。部署が絶賛崩壊中だけど、みんな他人事だし。 あいつも急に辞めたからね。引き継ぎをやる時間だってほぼなかった。俺があいつの役割を期待されているのは感じるけど、前に働きすぎて体を壊しているから、たくさんは働きたくない。口コミ1152歳、地方中小企業の万年係長です。会社員の他に複数の事業運営をしており、そちらがメインの収入です。 15年ほど前に会社が買収され、高齢社員と妊娠社員の退職教養が数年前まで続いてきました。30代、40代は転職していません。新入社員も30歳までに辞めていきます。地元の商業高校と工業高校から就職圧っを止められ、残った50代と県外から来る20代でなんとか創業。ただもう人手不足でギリギリです。なお、私自身は退職教養に備えて起業済みなので、一番人手不足のやばいタイミングで辞めます。 口コミ12。光センサーなどの電子部品に関するメーカーに勤務。結論から言うと、組織として成り立っていない。管理職が管理職の役割を果たしていないんだもの。優秀な若手人材におんぶに抱っこで仕事が回っており、若手が一人でも抜ければ即仕事が回らなくなる。そんな状況は明確であるにもかかわらず、特に対策を講じることはない。 年功序列のため、仕事しないおじさんの中間管理職は、無駄会議に参加し続け、実務はチェックせず、自分の給料よりも倍もらっている人は、自分の仕事を押し付けるだけ押し付けて、知らんぷり。口コミ13。いい人ほど退職してしまう現象は何なんでしょうか。嫌な人が残って凝縮されて、職場の質がどんどん落ちていって、どうしようもありません。煮詰まったクズの管理職が、若い人を使い捨てて、また若い人の中から残ったクズが出世する地獄絵図 私も転職したいのですが、職場でいじめられすぎて、活動する気力が湧きません。とっくにキャパオーバーでもう仕事に行きたくありません。トップがひどいと、如実に職場にそれが反映されると、よく思い知らされましたね。口コミ14。 IT インフラ設計や構築、運用監視を行う会社に勤務していたが、組織崩壊で退職。売上高450億円の会社で入社して1年経ったが、社長の顔を一度も見たことがなかった。社長は現場の崩壊っぷりを全く把握していなかったとしか思えない。もともとベンチャー企業で、社内の管理が行き渡っていなかったということもあり、特に労務管理はずさん。 入社初日から23時まで残業をさせられた。1人当たり複数のプロジェクトを掛け持つのは当たり前、日付が変わって退社することや土日出勤も普通だった。口コミ15 以前働いていたホテルで改善という名の解約が始まった時は絶望だった。社長が最初に言ったことはいかに少ない人員で利益を上げるか。サルジエを吹き込んだパチモンコンサルはどんどん飲料の在庫を削減。結果すぐに品切れになり、他部署や倉庫に物を取りに走ることになったせいで余計な仕事が爆増。夜遅くまで残る羽目になってどんどん悪い方向に。コロナ前に崩壊寸前まで行ったが、その前に辞めれてよかったと思う。口コミ16 会社で私の所属しているチームが組織崩壊しています。具体的には離職者の増加、仕事が激減、人間関係の悪化。最近は休暇を取る人もかなり増えていて、正直組織として回っていません。私自身転職活動をして、運よく年収アップの交代偶のポジションをもらえるような内定をもらいました。私が去るとさらに組織崩壊すると思っていますが、気にせず退職するつもりです。そもそも私一人で今更どうこうならないと思います。口コミ17 人手不足、残っている人たちの負担が増える、退職、人手不足の地獄のループが自分の会社で見受けられます。残っている人に負担がかかりまくりで、毎日クタクタの状態です。断ち切るために割高な派遣や、一人100万円払って人材紹介会社の紹介を受けている現状。仕事を効率化するための資料や会議に力を入れ出して、余計に仕事が増える。本来の目的である業務の効率化は一切果たされない。本末転倒も甚だしい状況です。 口コミ18。一人退職。1年半後、私が退職。退職3ヶ月後に一人移動。私が退職して1年後に一人退職。有給はすべて課長が勝手に決めて、休み希望も出せず。希望を出したら、根、ね、掘り葉掘り理由を聞かれる。勝手に出勤時間をずらされる。事務員なのに、一人一台パソコンなくて、空いているパソコン探しからスタート。室内30度なのに、エアコンをつけれない。それはやめたり、移動の希望を出しますよね。 皆さん会社のことなんか心配しないでご自身の心身を大切にしてください。口コミ19仕事のチームが崩壊の危機に瀕しています。 今までは5人のチームで仕事をしていましたが、このうち2人が移動。その代わり別部署から1人と研修を終えた新卒の1人が交代。彼らには年配の女性が仕事をしていたのですが、彼女は一度言えば全てを理解し仕事ができるというスタンス。相談に来た2人に対して、それは前に言っていると言い放置。コミュニケーション自体取れず、彼らから相談を持ちかけても、そんなことは聞いていないと話自体を拒否。結果2人とも1ヶ月ほどで退職。彼女のヒステリーの矛先は、私が教えている 新人に向けられて困っています口コミ20従業員数30名くらいの零細企業での話です連鎖退職からの組織崩壊を体験しました自分は退職者2号でしたがブラック企業に勤めておりいろいろブチ切れた社員が退職このままだと心身が持たず便乗する形で退職届を提出それが引き金になり従業員の3分の1に当たる人が多少のズレはあるにしても退職しました結果会社が成り立たなくなり倒産 労働基準法違反もあり、バタバタ人が辞めていった中で、労働基準監督署が立ち入り、それがとどめになった、とのこと。テーマ4、人が足りない時に退職。口コミ1、人がいないから休めないと上司に伝えても、人件費がかかりすぎると言われました。結果、人手不足でさらに負担が増え、退職に拍車がかかり、最終的には私自身の退職を決断し、上司に伝えました。 ただ、退職する2ヶ月前に伝えているのに、さらに1ヶ月引き延ばせないかと頼まれましたね。まあ、家庭の事情があり断りましたね。人員体制がどうこう言われましたが、知ったこっちゃありません。15年勤めたし、もういいかなって、有給30日あるので消化してやめます。人手不足は社員のせいじゃないです。みんな無理しています。口コミ2。 部下が退職しますが、人手不足で代わりがいません。他部署からの人員補充も断られて、それぞれが自分の担当業務で手一杯なので余裕はゼロ。上司である私自身も別の辞めた部下の仕事をしているので余裕がありません。求人は出してもらっていますが応募はゼロ。退職の面談で、周りも大変だからどうにかならないかと頼んでみても、他人がどうなろうか、関係ない。全員で夜中まで残業していればいい、と言われました。 そんな無茶苦茶なことを言わなくてもと思うんですが、引き止めるのはもう無理です。口コミ3。新卒から11年勤めて、一生こんなに忙しい職場は嫌だなと思って辞めました。どこの視点に移動しても忙しいし、理不尽なことだらけで、本当に無理だったので仕方ありませんでした。人事部に、あなたが辞めても補充ないけどいいのとか脅されたけど、申し訳ありません、スタンスで押し切り。そんなの私に聞くことじゃない。 補充がないのは会社の都合だから会社側が考えて転職先は平和だったから後悔はない若いうちに納得のいく職場を探してください。口コミ4ヤクルトレディをやっていた時に先輩と喧嘩して辞めた常に人手不足だけどムカつきすぎてそんなのどうでもよかった翌日の仕入れ作業をしている時にこんなに忙しい時に辞めるなんてどうかしているよね。 こんなことを言い放ったあいつの顔を忘れもしない。人手不足で仕事が回らなくなるようなら、それは会社が悪い。給料が安かったり雰囲気が悪かったり、そういう会社はもう淘汰されていくべき。口コミ。5。人事コンサルを起用して人事制度を改定したら連鎖退職が発生。優秀な人材やノウハウを持ったベテラン、まともな管理職が退職し、組織がまともに回らなくなった。逃げた者勝ち状態、当然自分も逃げた。人事コンサルじゃなくて、もう人事クラッシャーだろこれ。 辞めるときに上司から責任感がないとか言われたけど、自分の人生の責任を取ることで精一杯だよ。嫌がらせでも何でもない。俺が一人いなくなっても職場は回るよ。同せ。口コミ6。一人が退職すると自分も退職するという選択肢が目の前に出る。具体的に転職を考えていない人でも自分もと考え始め。 退職の連鎖の着火点になる。また、ある程度の待遇で転職できる人が先に転職すると、残ったら仕事がより大変になるのが目に見えてしまう。余計に退職者が増える、人手不足が退職者を生むという負のループ。自分は人手不足による倒産の瞬間を経験したいので、今辞めるつもりはない。ただ仕事を増やされそうになったら、こちらから退職の圧をかけたいと思う。口コミ7 仕事のストレスでうつになり、1ヶ月休職することに。うちは深刻な人手不足なので、私が休むことで上司は休みがほぼゼロで、出勤日も12時間勤務。他の職員も高級が1日ずつ少ない状況になりました。だから休職したいと伝えた時の上司の態度は冷たく、みんなにメールで一言伝えろと命令され、全員に謝罪しました。ただ、私は他の人がコロナで急に休んだ時期も休まず、代わりに休日出勤も夜勤も連勤も対応。結果、心と体が疲れて今回休職する ことになったのに退職を迷っていましたがこの一見で心が決まりました少し休んでさっさとやめてまともなところに転職します口コミ8退職が受理され10年以上働いたので最後くらいは有給消化を使って退職したいと伝えましたそうしたら前例がないと言われ却下人手不足で私が休むと他の従業員の休日を確保できないから困ると そんなの知りませんよ。人手不足は経営者の失策であり、経営者の怠慢を従業員が補う必要はないはずです。有給消化、再度交渉します。そもそも私は離れることを決めましたが、他の従業員は残ることを決断しているので、それは自己責任です。口コミ、9。 氷河期世代の自分の20代、30代は使い潰されようと出張で飛び回されようと会社にしがみつくしかなかった。しかし40歳で独立してみると地元で十分仕事がある。引退するっていう親方の後釜に滑り込めて自分で請け負う現場もできた。退職後にそれまで現場にいなかった前職の社長が現場でひいひい言って働いているのを見たとき腹を抱えて笑った。自分が辞めたときにいた後輩も全員辞めて今では自分の仕事を手伝ってくれている。 人手不足という労働者にはいい時代になったもんだ。口コミ10いい職場なら退職者が出ても後に続かない。悪い職場なら退職者が出たら後に続く。優秀な人が辞めると先行きが不安だから他も辞める。いまいちな人が転職先を決めてから辞めると自分も転職できると思って他の人も辞める。ちなみに自分の元職場は上司が原因で辞めた人がいたけど朝礼の時辞めた人の人格否定をしていた。その様子を見てこれはもう無理。 未来が見えないと判断したのでやめてやったよ。人手不足そんなの知るか。口コミ11人手不足の中何でもかんでも仕事を振られ周りはサボるばかりサボる人間は放置の会社でした。何年も我慢してきましたが先週ブチギレて転職を決意上司に初めて思いの丈をぶちまけたら誰に頼んでも断られる中君ならやってくれたからふざけるな。皆さんも変に仕事を回してしまうと一人で大丈夫だと思われてしまうから注意してください。 今は年齢や経歴関係なく嫌なら辞めて OK な時代。会社からはそんなんじゃどこ行っても通用しないって言われるかもしれませんけど関係ありません。口コミ12人手なんて足りたことありませんよ。悠長に待っていたら辞める順番なんて回ってこないから仕方ありません。誰か辞めるまで補充されませんし、辞めても補充されない場合の方が多いです。 結局のところ自分の体と心が一番大事。定年退職以外円満に辞めるのは無理。そもそも新しい社員より今いる貢献者を大事にする。そんな当たり前のことができない組織が多すぎます。新人は職場の先輩たちを見て自分の将来を悟るから、こんな待遇だと働けないと退職。まあ、至極当然の話です。口コミ13。はい。人が足りていませんでしたが辞めました。パートのフルタイムで、 社員並みの仕事量なのに、時給は上げないし、人員だって回さない。あやりがい搾取されているんだって気づいて、退職を申し出ました。あとはいる人たちだけで頑張ってください。まあ、選別を渡さないという仕打ち嫌味を言われましたが、ただ、人員不足は私のせいではありません。なお、私が用意したお菓子の菓子折りにケチをつけられたので、翌日、忘れ物をしましたと、その菓子折りを持ち帰りました。口コミ14、まさに今、悩んでいます。 人員不足で往復4時間かかるところに移動移動場所では早く仕事を覚えてもらわないと私たちが休めないなどパワハラ状態が続いています会社に退職を伝えたいと何度も思いますが雇用契約書には1ヶ月前にと記載次の日からの同僚の態度が怖すぎて出勤できません1ヶ月我慢するのはとてもとても無理退職代行を利用するか悩んでいます出勤せずに退職できるのであれば助かりますから口コミ15 コールセンターで毎日300人待ち、対応が終わったら3秒で電話が鳴り、トイレ休憩はなし。ランチタイムも当然後回し、トイレ休憩がないから水分補給なんてするなと言われました。もういつ破綻してもおかしくない。今の南海トラフ状態。生理現象であるトイレや室内熱中症予防、その他健康維持のための水分補給ができないというのは異常。会社は従業員のことをロボットだと考えているけど、誰か倒れたら労災。 人人手不足でで残った人はかわいそうすすが見捨てます口コミ16コンビニバイト35歳兼自営業です自営業が安定したのでコンビニを退職しますと1ヶ月前に伝えましたそうしたら人手不足だから20代から30代でコンビニバイト経験がある代わりの人を見つけないと辞めさせられないよう損害が出たら賠償金を請求するよこう言われて辞めますと伝えた後も勝手にシフトを入れられてしまう始末 精神的にマイらせて退職をとどまらせようとしているのが見え見え、そんな権限ないのに。口コミ17、以前勤めていた会社に1ヶ月後の退職を申し出たところ、状況を考えているのかと叱責され、認められませんでした。揉めたくなかったので、仕方なく2ヶ月後にしたものの、そこから上司にいじめられ、鬱になるかと思いましたよ。 辞めたらどうせ家にいるから、有給消化はいらないよね、と言われたり、そもそも辞める会社の状況なんて把握する必要性なんて微塵もないし、有給消化だって認められた権利、今思い出しても腹立たしいばかりです。転職後の今の会社は福利厚生も良く、周りの方にも恵まれていて、早く辞めればよかったと心から思っています。口コミ18 辞めたら残った人が大変になると分かっていながら辞めるのは非常識でしょうか。現在いる職場の人数は本当にギリギリで、定休日以外では休みが取れないくらい少ない人数です。休みを申請すればもらえはしますが、誰かしらが一日働くことになるので迷惑をかけてしまうため休めません。新しい人が入るのは待ってから退職とも思いますが、新しい人が入る気配はゼロ。私が勤め始めて4年ほどになりますが、後輩は2人。どこかで鬼にならないとダメですかね 口コミ19平成末に勤めていた前職の実話ですが経営悪化に陥り人員整理を行いました主にパートやアルバイト従業員をリストラした後正社員も切り始めその時自分も切られました 人員整理直後に仕事が爆増したそうですが、時すでに遅しで退職ラッシュで人員不足になったと、将来性のない会社で待遇はそのまま、さらに仕事は爆増の人手不足なら誰でも逃げます。その後はとにかく人を採用したそうですが、当然定着せず最終的に派遣社員を取り入れて対応。結果的にはリストラされて正解でした。口コミ20。今お前がやっている仕事はどうするつもりなんだって上司が興奮するから もう俺の仕事じゃないんで頑張ってくださいと返したボロボロの職場だった俺の後も半年後に同僚が2人メンタルでやられて1人は給食1人は失踪して連絡をよこさず3ヶ月後に解雇だそうなわずか10人の部署でこれだぜ要は同僚はみんな辞めるタイミングを伺っている職場だったんだ俺と職場に残ったやつの違いは医師の硬さとか家族の有無とかそれだけの問題だったテーマ5「あ逃げよう」口コミ1 やり手の若手が二人退職、毎年の恒例行事であり、東証プライム上場企業でもこのざま。 普段の仕事が回らなくなってきて残業や休日出勤ありきの勤務になりましたので私も退職します。副業収入があるのでそこまで会社に尽くす気はなし。私は残業も休日出勤もしていなかったので上司から会議でいつもやり玉にあげられました。普段の仕事は周りの人の2倍はこなしていたのですが残業していないから気に食わなかったのでしょうね。仕事に精通しているベテランだったから管理職から考え直してほしいと言われましたが後の祭りでしょう。 仕込み2建設業の会社大手に勤めていましたが6月のボーナスが出たので退職しました働き方改革残業時間削減の一環で土曜出勤した場合が必ず不利給を取るようにと本社から通達ただ人手不足で休んだら現場が止まるため休めずまた本社からの通達のせいで上司から休んだことにしてくれとの要請がそのためサービス出勤が常態化 私が所属する事業所だけならばまだ救いはありますが、情報収集する限りサービス出勤は全国的なもの。私の勤めた会社は職場崩壊予備軍の模様でした。口コミ3。郵便局勤務。 奨励で毎日赤字だ、もっと営業を頑張れとネチネチ言われるけど、こっちは昼休みもまともに取れない。そして当然のように毎日残業して疲弊しているのに赤字ってことは根本的に何か間違っているんだと思う。ここで正社員の定期昇給を廃止したら連鎖退職からの大量離職があるんじゃないかな。結局これを認めるのがジャパンポスト労組。何もしないで組織維持だけが目的です。同僚も今年度で辞めるって言っていますが、納得するしかない。水汚すぎて魚すまずの状態。口コミ4 職場崩壊は大きく二つのパターンがある。一、普通なら回るはずの組織にモンスターが入ってきた。二、普通なら回らないはずの組織を一人の有能が回す。なお、自分まで辞めたら職場が崩壊するから辞めたくても辞められないなんて、一、社員が考える必要はない。退職者が後を絶たず、残されたものに負担を強いるような会社は、さっさと逃げて潰してしまえ。本質的にその実力がある会社は、たとえどんな有能な社員が辞めても継続していけるはず。もしその有能が辞めて傾くならば、そんなレベルの企業。 トップが有能な会社はちゃんと生き残るから口コミ5社長の LGBT の推進の一環として別部署に精神は男性体は女性の方が課長として就任されました ただ彼女、彼自身は実務経験がゼロの上、女性、男性のそれぞれの悪い部分を使い分け、結局その部署内での大量離脱が相次ぎました。話を伺うと、どうも社長の近親者らしく、LGBT 推進も援護採用をごまかすためのただの口実だったとのこと。もう潔く援護採用と言っておけばよかったのに。援護採用なんてよく聞く話ですし、その人の仕事ぶりが悪いのもよく聞く話。ただ無理やり LGBT なんて言うから。口コミ6。 逃げると言っても退職するだけが道ではありません。自分の職場は若手社員がメンタルをやられて休職。そもそも人手不足だったこともあって、管理職がひたすらフォークリフトで物品を運搬していました。玉突き人事で自分が異動となりましたが。 今までのキャリアとは全く無関係な仕事でモチベーションはゼロ。ただ、もともと会社員としての給料以上の副業収入があったので、思い切って適応障害の診断書をもらい休職。傷病手当金をもらいつつ、社会保険料も払わないで済む。そんな状況で毎日ジムで体を動かしています。働かなくてお金をもらえるなんて最高ですよ。口コミ7 前の会社ですが、経営者が変わったら、利益重視で人件費を削減し、仕事で使うものはすべて安物に変更。しかも機械が故障しても放置しっぱなし、さらにタイムカードが勝手に切られ残業代も出ない。正社員だけは有給が使えるなど、謎ルールができました。そのせいでパートさんたちはみんな疲弊していき、体を壊して少しずつ辞めていきました。私自身も体調不良が続き退職。ただ振り返ると、その時退職できてよかったです。経営者でもないのに、沈む船と運命を共にする必要はありませんよ。 泥舟からは逃げるに限ります。口コミ8。前職の製造業の会社では3週間で私を含めて17人辞めたことがあった。若手社員の教育はほぼなし、見て覚えろや、が当然。根性論が全てで、罵声やそのついでにクリアファイルやスリッパが顔面スレスレに飛んでくるのが日常的。無理に等しい作業工程で見せれば全員の前で罵声、吊るし上げと人格否定。発声障害の社員に人間の言葉で喋れや多い。自分は血便と鼻血、目いがすごく入社半年で辞めた。 今年2月には死亡事故があって、やはりなぁと思った。世の中には一刻でも早く逃げるべき会社が存在する。口コミ、9。積極的に派閥を作っちゃうタイプの人がいると、一歩間違えれば職場がボロボロになるから怖いです。自分の前の職場にもヒステリックで正論を振りかざすタイプの人がいました。そしてなぜか権限もないのに人事評価をしやして、派閥を作り始め、見事に部署崩壊。会社組織は変な人間が一人でもいると本当に壊れます。人は石垣、人は城、人は堀。 武田信玄はそう述べていますが、城を破壊するのもまた人なんですよね。特に内側にいると、急所が手に取るようにわかりますから。口コミ、十。忙しいの冒ーは心をなくすという意味。仕事は増えて給料は増えない。そうやって心をすり減らすくらいなら退職して心の平穏を取り戻すのが最優先。人が崩れるともう一瞬なんだよ。職場が壊滅するなんて。その仕事は誰がやっているんだいという基本的なことを忘れた、ろくでもない職場はただ消えるのみ。 自分も泥船からはさっさと乗り換えたい。ただ今まで理不尽に振り回してくれた会社の沈みゆく様をタイムラプスか超倍速で見てみたい願望はある。これぞ本物のエンターテインメント。 口コミ11恨みのある会社が窮地に立たされると気持ちがいい気が狂いそうになるほど気持ちがいい大部分の退職は会社に対して何かしらの不満を抱えている状態で実行される連鎖が起きるということはみんな辞めたいと思いながら働いていた証拠そして負の感情は連鎖しやすいまた辞めた人を罵倒しているのを聞くと辞めたくなる気持ちが加速してしまう罵倒している人は基本的に辞めた人よりも仕事ができないケースが多いから口コミ12 最初に辞めた俺が言うのもなんだが嫌ならさっさと辞めた方がいいわ。俺の後6人くらい辞めたけどみんな幸せになってるから。転職は体力を使うけど見切りをつけたら早い方がいい。 1. 1安い給与。2. 過剰な仕事量。3. 管理できない管理職。これが辞める原因の大半なので、もし当てはまっていたら動くことをお勧めする。何もおかしいことじゃない。あと20から30人以下の企業では、会社の空気に馴染めないなら即辞めた方がいい。勤務10年以上でも待遇が最低レベルで変わらない。そうなると未来なんてお先真っ暗だから、早く逃げろ。口コミ13。 社長が自分の本を出版したことで大量離職発生。会社のためから自分のためという意識が強くなり、社員がだんだん社長の持ち物みたいに変化。結果人員体制としては、まず営業が全員辞め、管理職も辞めて、社員の3分の1ぐらいがいなくなりました。それでも私含めて残った人間で頑張ってみましたが、社長はやる気を喪失。それどころか別の事業に会社のお金を突っ込んで、社内トラブルが勃発。再び大量離職発生。 同じことを2回繰り返す学習能力のない経営者もこの世にはいるものです。口コミ14。新卒で入った会社の2年目に一番有能な上司が突然退職しました。その後、次のボーナスが出ないことが判明して、これはやばいと自分も見切りをつけて辞めましたね。退職して1年後に顔を出しに行ったら、その視点で知っている人はたった一人だけ。そんなに仲が良かったわけではないのに、自分が辞めるときは休みの日に総出で送別会をしてくれました。 ただその時にはみんなもう辞めるつもりだったことを後で知りました。自分より深く職場を知っているなら、そりゃそうですよね。口コミ15。 トヨタグループの会社に30年以上勤めていますが、改善で本当に良くなるなんてごくわずかです。改善の大半は解約でしかなく、休憩が取れなくなり、体力も精神力もゴリゴリに削られます。今までたくさん体を壊して鬱になり、会社を逃げるように辞める方々を見てきました。改善をする部署というものがありますけど、生産が間に合わない解約をして、終わったら責任を取らず逃げる。そして他の現場の改善に向かいます。人も削られ、生産が間に合わなくなり、残業も増え、不良も増え、ハラスメントも増え、 悪いことしか起こりません。口コミ16。新卒で大手 SIR に入ったけど、マジモンのドブラックだった。コミュ力必須なのにコミュ力なし。技術が必要なのに技術がない。 適性のある奴がいないから厳しかった。口八丁の文系の詐欺師みたいな奴ばっかり採用するから、そいつらが遅延や炎上を起こして地獄。その土砂周りに一部の IT できるマンが引き回されて、どんどん多忙で押しつぶれて退職ラッシュで職場崩壊。自分の周りでも先輩が肺がんで亡くなったりした。結局この会社では未来がないと思って転職を決断。ただ、もっと早く逃げ出せばよかったと後悔している。口コミ17。 中小企業で製造をしていましたが、機能付けで退職。うちの工場はジス製品を作っていますが、製造日付の偽装に始まり、検査の数値も偽装していました。品質管理の人間はコロコロ退職して、もはや複数の原料の数値を紐付けすることも不可能になりましたね。ただ、不思議と製品強度は出ているので、なんとかジスの検査は通過していました。まあ、こんな会社だから何事もルーズグレー。クソ上司に責任を押し付けられる前に退職してやりました。勤怠もめちゃくちゃ。 今後はグレーな部分を老基に相談して必要なら弁護士にも相談する予定です。口コミ18農業法人で働いていた休みがなく給料も最低賃金以下で文句を言ったら人なんか何ぼでもいるから嫌ならやめろって言われただから望み通りやめてやったら俺の負担分が全部パートさんに行ったとのこと結局退職ドミノダウシが発生し最終的には20人くらい立て続けにやめて数人しか残っていないらしい。ざまあ。 嫌ならやめろと、お前の代わりなんていくらでもいるなんてセリフを吐くのは、経営者や管理職としては無能の証明。口コミ19。 元の職場は合理化と効率化を進めたので仕事量を爆増。疲弊する従業員が爆増メンタル疾患者も爆増。私も含めて退職ラッシュの連鎖退職が発生しました。当時の上司と取り巻き連中は合理化と効率化が大好きな人たちばかりでしたね。風の頼りで聞きましたが、その後も合理化と効率化をさらに加速させたため連鎖退職も同時に加速。現在は職場崩壊寸前と聞きました。効率化と合理化はどうすぎるとダメですね。あのまま続けていたら逃げて良かったです。 口コミ20。これで最後です。今年度始まってから本部のエース級中堅社員と炎上現場を消化し続けている幹部の離職が決定。とうとう離職ラッシュが始まりそうです。すごく怖くて胸がざわつきますね。残業時間は少ない人で40時間、みんな50から80時間が当たり前になっています。もし一人でも辞めたら、その分一人当たりの負担が増して、さらにまた離職者が出ると思います。とにかく焦ります。ただ焦って転職活動しても、良い結果は得られないだろうから。 まずは落ち着いて行動しなくては。以上が、あ、逃げようをテーマとした当事者の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。